あなたなり様、ゆりか様、本日もポチッとありがとうございます。皆様、家事育児お疲れ様でございます。ということでね、本日は何を喋りたいかと言いますと、帝王切開のメリットデメリットについて話していきたいと思います。はい、ということでね、私は緊急帝王切開ということで赤ちゃんを産んだんですけども、これからね、帝王切開を控えている方とか、帝王切開しない予定だけどもしかしたら、ね、何があるか分かんなくてする可能性があるから知っておきたいっていう方もいらっしゃると思うので、帝王切開を経験された方に良かったこと悪かったこと聞きました。はい、自分の体験も含めて話していけたらなと思います。ご回答くださった皆様、ありがとうございました。すっごく共感しまくりました。ありがとうございます。マジで、あ、てかかゆくないか、おばんじゅうさん、パジャマで失礼します。マジで共感しすぎて、私だけじゃないんだって思いました。ただの検診と思って行ったら、はい、もう手術です、今ですかみたいな感じだったので、帝王切開について全く調べなかったのと、周りの帝王切開したよって方が一人二人いらっしゃったんですけど、そんなに詳しくどういうことをしたのか、何がどういう流れなのかとか、もう全くもう知らない中での手術だったので、まあそれが良かったこともあるし、知ってたからちょっと怖くて身構えしちゃったっていうのがなかったので、知らなかったから乗り越えられたこともあったのかなとも思うので、ちょっと皆さんこれを見てちょっとなんかこう怖がらせてしまう可能性もなきにしもあらずなので、ちょっとそこはご了承願います。はい、ということでね、皆様から募集したメリット、そして私が体験したメリットも含めて話していきたいと思います。まず圧倒的に多かったメリットなんですけど、陣痛に耐えなくてよかった、これがね割と多かったです。確かに普通分娩だったらさ、まあ、陣痛が来て出産ってなるけど、帝王切開は陣痛とか来る前にもう手術ってなるので、その分産む瞬間までは割としんどさっていうのは自然分娩とかの方の方が大変なんじゃないかなっていう意見が多かったです。メリット2、頭の形が綺麗。まあ、うちの子がめちゃくちゃ綺麗って言われるとかちょっとわからないところはあるんですけど、まだちゃんから赤ちゃんが出てくるわけではないので、まあ、お腹からの中から出てるから、まあ、多少はこううわっていうのはあると思うんですけど、狭いとこからこう出されたりとか、あとはこう頭を引っ張ってピヨーンっていうことがないので、頭の形が綺麗でよかったなっていうメリットの感じる方が多い印象でした。メリット3、保険が効くので自然分娩よりは安かったということなんですね。まあ、自然分娩とか無痛分娩の方よりも安く済んだっていうことが多かったです。お金的には少し気持ちが楽になった部分が多かったそうです。メリット4、お手洗い行くときに全然平気。これも割とコメントとか、もう私もそうだったんですけど、トイレとか全然もう普通にできるっていう、切開するじゃないですか、またこう切るの話はよく聞くんですけど、私もそれが怖すぎて、お股を切るってどういうことみたいな、しかもそれ麻酔とかなしにめちゃくちゃ怖いって思ったんですよ。それがないかったから、術後もトイレ行く時に痛いとか、円座、クッションに座らないともうまだが痛くて無理っていうことが全くないので、そこは良かったなっていう、私もめちゃくちゃ共感しました。はい、ということでメリットに関してはもうこの4つのメリットが皆様からいただいたコメントでもやっぱ多かったのと、まあ、自分も体験したこと含めて、まあ、本当にそうだな、めっちゃ共感できるなって思いました。皆さん次はね、ちょっとこれから帝王切開される方は怖がらせちゃうかもしれないので、ちょっとご注意ください。はい、ということでデメリットいきます。デメリット1、もう何よりも多かったコメント、術後めちゃくちゃ痛い。はい、これはもう本当にもうほぼこのコメント、痛
痛すぎるっていう、うん、やっぱり腹を切るっていうのは痛いんですよね。もちろんさ、ね、あのまたちょん切るのも痛いと思うんだけど、あのお腹を切られるとこんなにも動けない、まあそりゃ死ぬ、昔はなんかね処罰でなんかあるじゃないですか、お腹を切って死ぬみたいな、そりゃ死ぬわっていうぐらいの痛みがやって、まあ、すぐ終わった後はおしっことかそのままその流れてもいいような ポンプでつながれてっていうのがあるんですけど、2日目ぐらいから急にそれ外されてお手洗いご自由にどうぞって感じになるんですよ。多分こう皆さんもそうなんですけど、え待って待って私のこともう歩かせる気みたいな、トイレ確かにすぐそこだけど、え起き上がらなくちゃいけないのみたいな、あれマジ思いませんか、もう私のこと見放すの、私のこともう見放すみたいな感じにマジでなった。デメリット2、術後のあれこれが地獄。手術をした後にその足に血が固まっちゃうらしいのよ、そのままにしてたらね。それを防ぐために血栓、血を固まらせない注射をお腹に打ったりとか、その足のメディキュットみたいなの履いてポンプみたいなのさせられるのね、プシュ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 、それを1日目は永遠とさせられるの。それがさ気持ちいいとか思うじゃん、メディキュットしてもらって足ポンプしてむくみ改善最高だみたいな、それが本当にね私は地獄のように感じた。違和感がすごすぎて、あれはねもう本当にしんどかった。痛いとかじゃないんですよ、痛いとかではないんだけど、でも不快なの。お腹にする注射も痛いし、注射したらお腹揉まれるの、やばくない？傷口まだあれなのにお腹揉まれるの、なんでかって言うと血を流さなくちゃいけないのよ、固まらないようにするために。本当に全然思い出せる。あしょうがないのよ、もうこれは耐えるしかないし、いつか終わる、この辛さはいつか終わる、いつか終わるって思って耐えたな。デメリット3、傷口が時々痛む。これはね本当に不思議なんだけど、やっぱり日にちが経つにつれて痛さっていうのはなくなっていくし、ほぼ問題なくは過ごせるようになるんだけど、天気が悪い時とか時々ね痛むの。え今日なんか傷口痛いぞ、あれはね何なんだろうね、不思議だよね。あれ今日一日中お腹痛いとかいう時があるんだけど、コメント欄でもやっぱそれが多かったから、あるあるなんだと思って、だから、まあ、まあ一生ものって言ったらちょっとみんな帝王切開これからの人はちょっといいあれかも知らないんだけど、やっぱ何年経ってもちょっと傷口が痛む時はあるみたいです。次で多かったのはね、傷がケロイド化してしまうっていうコメントもちらほらあって、私は今お腹別にそんな特に何もケアしてなくて、まあ、した方がいいよっては言っていただけるんですけど、だけどやっぱコメント欄で傷が痒くなったりとかケロイド化するっていうことが多いので、やっぱ術後のケアなんか塗ったり皮膚科に行って処理してもらったりっていうケアする必要もあるんですよね。はいって感じで、まあねざっとまとめたんですけども、まあ、メリットとしては陣痛が来ない、あとは保険が効くので少し安い、また切ったりすることがないのでお手洗いは大丈夫、そして頭の形、赤ちゃんの頭の形が綺麗で生まれてくるってことですね。でデメリットで多かったのがもう術後痛すぎるってことで、そして術後のあれこれがまた地獄っていうことで、あとはまあ何年経っても傷口が時々痛むことが多い、で傷口がまあケロイド化してしまったりとか痒くなってしまったり、まあ、傷口のケアをまあ一生していかないとまあいけないっていうことですね。でですね、まあ、意外とそのお腹の傷を気にする方がコメントでなくて、今の帝王切開の技術がすごいのか、めちゃくちゃ綺麗に縫っていただけるんですよ。帝王切開切り方も多分その緊急性によると思うんですけども、もう赤ちゃん早く出さなきゃいけないってなると縦に切る、こともあると思うんですけど、私は横なんですね。場所もへその全然下なので、パンツ普通に履いてた、相当パンツ上げてる方は分かんないですけど、下着で
傷が隠れます。だから水着とか着てても相当なんか下じゃなければ全然水着着てても傷口を出すことはない、見えない位置に切っていただけるので、その傷は意外と心配しなくても、まあ人によるかもなんですけど、そんなに味噌出しの服とかも多分全然着れますし、水着も全然着れるので心配しなくてもいいかなと私は思います。はい、ってな感じで本日の動画は以上になります。皆様の参考になれば嬉しいです。回答してくださった方本当にありがとうございます。めちゃくちゃ共感できました、ありがとうございます。まあ、その他にもいろいろ書いてくださってる方がいるので共有させていただきたいと思うので、よかったら皆さん目を通していただいて、これから帝王切開に臨む方頑張ってほしいなと思います。私的には本当に手術中の心細さに耐え、術後の痛みに耐えということですね。でも一人じゃないので、あなたも絶対に乗り越えられます。はい、ということで本日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。また次の動画でお会いしましょう。またねー。話変わるけどこれ可愛くない？めっちゃ欲しかったの、これ。ファンの方がくださって、そしてこれも可愛くない？タツのおパンツ、赤間着てんの、やばい。ということでプレゼントはこちら、よろしくんちゃん。